どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、また罠モンスターを使っていきたいと思ってるんですけども、我々はですね、新たなる事実をね、新たなる可能性を見つけてしまいました。トラップモンスター新しいルールによって、そのトラップモンスターの後ろにトラップ構えれるっていう仕様になったんですけども、トラップカードとしても扱うんですよ、いまだにこういうカードって。だからトラップモンスターとして魔法トラップゾーンからモンスターゾーンに出てはくるけども、魔法トラップカードとしても扱ってるわけですよ。トラップカードとしても扱うし、モンスターとしても扱う。ただし魔法トラップゾーンにはないという、特殊なね扱いになるんですけども、その場合ってトラップモンスターめっちゃ出した上で後ろにトラップカードとか伏せるんで、魔法罠カードがめっちゃいっぱいあることになるんですよ、フィールドに、自分のフィールドに。その場合ってこれつけたらめっちゃ強いんじゃねっていう話があって、つけてみた結果ゴリッゴリの火力になります。これゴリラみてえな、マジでやばいゴリラマジで、この筋肉マン。要はね、何がしたいかっていうとね、例えばですけども、ソウルオブスタチュー出しますよ。で、まあ、クモン用の土蔵とか出して、で、まあシェイプシスターとかも出して、でトラップゾーンから一気にガッてモンスターゾーンに全部行きますよね。で、まあクモン用の土蔵とかで破壊する相手のカードも。で、こいつソウルオブスタチューって打点1000しかないんですよ、攻撃力1000しかないんですよ。めっちゃ弱いじゃないですか。なんですけども、また、その後ろに魔法トラップカードとかを伏せた上で、これ1枚でもつけた場合、魔導士の力、なんとですね、魔導士の力がこれ要はフィールドとモンスターゾーン今全部含めて魔法トラップカードなんで6枚最大あることになるんですよ、魔法トラップカードが。そうすると3000打点の、3000の攻守をアップするカードになるんですねこのカードが。だからソウルオブスタチューの1000っていう打点でさえ、なんとこれ1枚だけつけるだけで3000になるっていう、あ、違うて4000になるっていう、3000上がるからこいつの打点が。やばくないですか、やばくないこれこれすごくないこれ、結構すごいと思うんだけど、これまあ要は2枚とかつけたらもう一気に7000とかいくしね、こいつだったら。まあこいつ1800あるんでもうちょいでかいですね、7800とか4800とかいきます。めちゃくちゃ強くないですかこれ。で、召喚剣使わねえから、このデッキ。だから、聖騎士の槍持ちとかで、こいつリリースすると、装備魔法を持ってくれるよっていうデッキから、そういう効果なんですけど、これとかも採用できるし、だから要は、実質魔導士の力5枚耐性っていうか、で、それにトラップモンスターにガッツリつけて、で、あえてぶん殴っていくっていう。これね、結構すごいと思うんだよね。めちゃくちゃ、これ OCG だったらさ、全部でさ、10枚になるわけじゃん。魔法トラップカードが最大。だとしたらさ、もし全部、埋まってる状態でさ、この魔導士の力つけたらさ、10枚だから、5000 5000上がるんでしょ、1枚で装備魔法で。強すぎないこれ強すぎなんだけど。早速ね、この罠モンスター×魔導士の力、これのコンボの力をね見せていきたいと思います。デュエルスタンバイ。なんでさ、罠モンスターデッキってさこんなに楽しいのかななんかこのデッキ楽しいんだけど、なんでだろう。やっぱあれなんかな、俺性格がゴミだからかな。性格がさ、多分 YouTuber 界一、俺性格悪いんですよ俺。だからこういうデッキすげえ楽しいんだよな。なんか罠カードで相手困らせんのめっちゃ楽しいんだけど、やばい、どうしよう。俺やっぱあれかな、人間的にクズやからだね多分ね、これね。あ、魔導陣 OK。 魔導陣はねこれ間に合わないんだ。魔導陣はね発動された時に間に合わないんだよ俺、このカード。チェーンできないっていうか、この効果にね。だから効果無効にできないんですけど、お、サーチない、弱いね、弱いね、大丈夫。あ、そう、そんな感じになことしちゃう。じゃあですね、シェイプシスター発動。シェイプシスターの効果を発動し、連動トラップで200ポイントのダメージを与え、そしてクモン用の土蔵の効果を発動、そして200ダメージを与え、そしてさらにクモン用の土蔵の効果を発動皆さんこれ何枚破壊できるかご存知ですか。クモン用の土蔵は他のトラップモンスターが出てきた時にカードを破壊できる効果を持っているので、これでまずカードを2枚破壊できますよと。はい、でここでさらに、こっち側のこれ破壊していく。で2体目のクモン用の効果で、これも破壊していく
ただの先行ゲーワロタ、ただの先行ゲーワロタ強すぎ、なんだこれ強すぎだろ。で、こうしまして、こうしまして、しっかりと分からしていきましょう。ブラックマジシャンは闇遊戯で使えってことを分からして差し上げましょう。クリボール持ってるんだろうな。バトルさようなら。ただの先行ゲーワロタ、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、闇遊戯選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。このさ、やりもちは可愛くない、このモンスター可愛いんだけど、このモンスター、このモンスターね、自分リリースと装備法持ってくるんですよ。これ結構ね可愛いんですよ。でセットしていく、セットしていく、でセットしていく、でターンを終了していく。さあ闇遊戯選手のターン、まあ普通に読んだら召喚獣かなんかなんじゃないかなっていう読みですけども、なるほど。静電、静電も無効ですか。ちょめんどくせえわ、なんか持ってこられるの。ちょそれをもう破壊していこう、それをゴリゴリと破壊していこう。でクモンヨを出して、でクモンヨでまず先に出てくることによって、これはまだいい。でクモンヨが先に出て、次新しくサイバーシャドウガードが出てくるんで、サイバーシャドウガードが出てきたんで効果発動して、静電の効果、静電の効果じゃない、静電を破壊していく。はい、OK。 いいよ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 。さあモンスター持ってこれない、もう一枚あるんかーい。ソウルオブ社中の効果発動。ちょマジで静電ガチで、もう本当にあのねサーチ効果やっぱ結局厄介なんで、あれは止めた方がいいと思うんだよね。やっぱあのデッキから墓地に送れるっていうコストを、あの効果もやばいから、多分ね静電破壊はね正解と思う。あ、オッケーオッケーオッケー。モンスター持ってこれない、モンスター持ってこれない。あとは俺の自分のメインフェーズに、これまださすがに多分なんかされると思うんで、なんかされると思うんですよね。なんでちょっと一回一枚一枚確実に割っていきましょう。そのサイバーシャドウガードナーでめっちゃ強いんですよ。そのサイバーシャドウガードナーとクモイオが揃ったと結構強くて、あとはこれをひたすらになんかその破壊して相手のリソースを削っていくだけっていうね。こっちは相手のメインフェーズに、メインフェーズ終了前だからサイバーシャドウガードナー出すじゃん。でサイバーシャドウガードナーの効果を発動してメインフェーズにドラモンスターとして出てくる。でクモイオの土壌の効果が反応する。これねもう一体クモイオだったら最強だったんだけどね。でこことここっていうか、ここしか破壊できない。デモンズ、あデモンズチェーンか、オッケー。クモンヨは対象取れないんで、他のトラップモンスターがいると。なんでサイバーシャドウガードナーかソウルオブスタチュー。あ、だサイバーシャドウガードナー戻れないんかこれ。やばい、ちょっとめんどくせえこれ、どうしよう。カナディア引くしかないか。カナディア引いて、カナディア引いて、でもカナディア引いても意味ないか。カナディア引いて、プルガトリオのまず一回殴らした後に、あれかスルーか。その次でカナディアか。むずいな。サイバーシャドウガードナーが戻れない。もう一枚なんだよねこれ。殴るに行くのちょっと早い気すんだよな。殴るに行くのちょっと早い気がすんだよな。これなんか1体処理してくんねえかな。ちょっと処理できない俺、モンスターが2体リリースできないから。ちょレジギガス入ってるとねできるんですけどね。それかもしくはあのチューナーがいるとシンクロでどかせるんですけど、今ちょっとチューナーもいねえし。殴るべきやったか今、殴るべきやったな。ちょっと間違えた、殴るわ、次殴るわ、次殴る、あれは殴ろう。あれは多分まあアレイスターか、まあモーレフだったら普通に表側だと思うから、あれだね、あのラパウィラかなんか。とりあえず殴りましょう。とりあえず殴っていく。でもあ、まあ読んでいました、そこまでは読んでいました。ちょっとさっき殴ればよかったってすごい後悔してるけど、ターン終了。さっき殴れよみたいな話はある、ごめん。ちょっとこれ処理してくんないかな、一個。ちょ、その癖怖いんだよ。もう闇遊戯の癖嫌なんだよ、俺。嫌なんだよ、闇遊戯さんの癖。もう本当にさ、なんかめっちゃ強いドラップカードめっちゃ伏せてくるから、嫌なんだよ、俺。なあ。でも、静電がないから、あ、ガードラ、殴っていただける。なるほど。殴っていただける。そんなことあ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 る、そんなことある。エンドフェーズにソウルオブスタチュー出すか。ソウルオブスタチューの効果発動。ソウルオブスタチューであのカード割っていこう。いやでも2体なんだったらこれあれか、これいいや、前でいいや。多分ね後ろじゃなくてね、これ前でいいね。
俺はあのくせデモンズチェーンだと思ってるんだよね。多分煉獄とか底なしだったら絶対光んないので、ずっと一生光ってるんですよ。あれ一生光ってるんですよ。一生光ってるから、だからこれでこうでいいんじゃないの。これこうじゃないどうなのこれ、これはこれどうなの、これはどうよ。やっぱりね、ほら言ったじゃん、天才でしたわ。魔導士の力万事対戦ありがとうございました。さあお相手の方、闇遊戯選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。もう悩み無用デッキですね、本日はもう悩み無用デッキ、まあ、通称リーブ21デッキと、呼んでおります。またね、意味のわからない、こと、まあ、思いついたことを片っ端から言っておりますんで、意味がわかんなかったらすいません。さあマジシャンちょっと強い、イリュージョンマジカ強い、やばい強い。先行それやられたらもう負けだもんな、もう完全に。これほんまに無理なんだけど、これマジで王家の神殿すごいカード入ってんな。王家の神殿ナビゲート、え、出しちゃっていいのもう。そんなことある、王家の神殿でブラックマジシャンが出てくる、なるほど。え、そんなことある、早くない出すの、そんなことあります。さあ、とりあえずなんかよくわかんない出てきた2体のモンスターリリース、え、ハイエロファントオブブラック、ハイエロファントオブブラックってさ、え、なんか嫌な予感すんな。魔法使い2体でトラップカードが発動すると発動無効にし破壊する、え、ちょっとやばいことが起きた可能性があります。あれ、やばいことが起きた可能性があるよ。これはやばいことが起きたのではないですか。これもしかしてあれですか、サイコショッカーの上位互換ってやつですか。これ、このサイコショッカーの上位互換、打点が高いサイコショッカーってやつじゃないですか。これもしかして、あ、まあまあ無効にしますよね。でこれはクモイヨーの、そう、これチェーンの処理、これ直接チェーンしたら何回でもいけるみたいなやつですかね、これね。なるほどちょっと強い、これ、何これ、何こいつ、強すぎかよ、強ー、サイコショッカーの上位互換やんけこいつ、ふざけんなよ、なんだよこれ、強こいつ、こいつ強っ。カナディアで沸かせればいけるか、カナディアで沸かせればいけるわ、カナディアで沸かして壁にしようカナディアで沸かして壁にしていこう、カナディアで沸かして壁にしよう。やばいことが起きた、やばいことが起きた、やばいことが起きた、やばい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 、これ無効にするからさ、直接チェーンできなくて俺これ一生カナディア出ないんじゃね、これ、あ、やばい、あっ、強すぎ